はい、えー、おそうようございます。炎造です。10月28日いい、昼会よろしくお願いします。まあ、今日はちょっとバタバタで、えー、朝できませんでしたので、まあ、その分、午前中の動きも含めてお話したいと思います。まあ、選挙結果を受けて、円安、再建安、株高という、まあ、ちょっと、今までとは違う動きになってるんで、えー、そこは後半ゆっくり話したいと思いますが、まず、金曜日の動き、ちょっとおさらいします。 アメリカの耐久財受注前月比0.8からマイナス0.8というところでしたね。で、えーまあ、これはそうなんですが、まあ、重要なのはコア、えー、資本財の受注っていうのがあって、これが、えー、0.3から0.5%上がりましたということで、これは設備投資の先行指標になりますので、少し設備投資良くなったかなというところなんですよね。やっぱり、あのー、アメリカの金利がま、えー、とあまり下がらないんで、 利 <laughs> 下げしたんですけど、えー、そうするとこの企業投資っていうのがあのお金借りるのにやっぱりねあの金利高いとこってあの嫌じゃないですかだからちょっとそれが制約されてるんですが、まあ、徐々に金利の引き下げによって、えー、設備投資の,が出てきたなあの動きが出てきたかなというところですよね一方 GDP の算出に使う、えー、コア資本財の出荷っていうのは 0.3%減少しましたということな動きになってますね。えーとまあ、まとめると、えー、この四半期ぐらいって航空機の出荷の急増によって、えーまあ、支えられた部分があるんですがやや低調な動きというところから徐々に戻すかなというようなそんな動きになってます。あと、うん、ミシガン大学消費者信頼指数これは回復しましたよね。 えー、68.9から70.5ということで、えー、ミシガン大学、うーんと、こちらですよね。えー、と、ごめんなさい、こっちは、えー、こちらですね。えっ、ー、と、うーん、あれちょっと違いますね、うん、70.5。 はい、こちらですよね。まあ、ここちょっと改定されて70.5、63.3から64.9、74.4から74.1というところになりました。あとは1年先のインフレ期待が2.7%変わらず、5年先が3.1から3%ということで、あまり動きはなかった。ダウも0.61%下落。 SP が0.03%下落、NAS が0.56%、えー、上昇ということになりましたね。これ、あのー、金曜日の動きで、えー、そこら辺はこういう動きになってます。そうですね、あのー、NVIDIA とか、まあ、テック系がちょっと良かったですよね。えっ、ー、と、いい感じになってたんですが、まあ、金融とかがダメということで、ここら辺がちょっと弱かったですかね、ということで、 えっと、NVIDIA これ上昇したことによってうーん時価総額がアップルを抜いて世界首位になったようですねうんやっぱり AI 向け半導体への旺盛な需要が株価を押し上げたっていうことみたいです、えー、テスラ3.3% 4 3上昇ということで、えー、好調な販売見通しを受けてということでこれ前日21.9%上昇してたんですがその流れを えー、受けて、えー、この日も上昇ということですね、えー。銀行株は安かったというところですあ。あと、マックがね、ちょっと相変わらず弱い2.97%下落ということで、まあ、これは食中毒のせいなんでしょうね。うはいえー、うどうですかね、アメリカ株、まちまちの動きだったというところなんですが、 えと実は、えーと、米国株の動きを見ていくと、ダウ先が上がってるんですね、あの今日の朝、えー、大体200ドルぐらい上がっています。で、えー、SP500 SP も、えー、こちら、えー、約33ポイントぐらい上がってます。これ0.6%ぐらいですよね。ダウが0.5%ぐらい。で、ナスダックの先物。 えー、これミニなんですがこちらも上昇しているということで、えー、ナスダック指数自体の先物は135ポイントぐらい上昇こちらも0.66%の上昇ということで、えー株あのー、米国株の先物が非常に強いということでこれは、えー、と日本株が今上がっている材料の一つになっているかもしれませんね、まあ、いろいろえ、あのー、理由があると思うんですが一つに 原油価格がドドルルからドルぐらぐいに急落してるんですよねこれ、なぜかっていうと、イスラエルがイランに対しての反撃が、まあ、意外に大人の対応して抑制的だったということで、中東情勢、これで落ち着くかなと、まあ、一旦落ち着くかなということで、原油価格は下がってる。 まあこのことは日本株にとってもプラスなんですけどなんかアメリカの先物をこう時間外で押し上げてるっていうちょっと不思議な動きになってるんですよねそれなぜかっていうと実はあのアメリカの再建利回り上昇してるんですよね結構4.24から4.28これある意味嫌な動きじゃないですかでで今日の日本の動きに戻るわけなんですが皆さんご存知のように えー、自民が、えー、自公で過半数割れて、まあ、いずれにしろ連立,連立というか協力し合っていかなきゃいけないということでそ,それ自体が動きとししては、えーまあ、難しいですよねそんな中でやっぱり政局不安定だと、まあ、利上げできない介入できないみたいなところがあると思うんですが、まあ、とにかくこの金利の上昇がちょっと心配なんですよね。 で日本の金利も、えっと、上昇しています、じわっと0.97%ぐらい、10年債上昇してるんですが、これは分かりますよね、あの日本が政局不安になるということで、えっとまあ、利上げはできないんですけど、これ、売られてるっていうのは日本売りになってるんですよね。だからあの日本のの長期金利の上昇は 日本売りの一端なのかなと思うんですけど、まあ、それより、やっぱりこのアメリカの金利の上昇も、日本の金利の上昇に効いてるんじゃないかなと、実は。アメリカのやっぱり金利に引っ張られる部分、世界的に長期金利って引っ張られる部分があるんで、ここの部分で引っ張られてるんじゃないかなということで、再建安。でも、えーと、やっぱり円安になったのがなぜかというと、 政局が不安定になってくると、さすがにここで、あのー、利上げはできないですよね。しばらく、これ、もしかしたら、えっ、ー、と、来年の参議院選挙まで不安定な状況が続くのであれば、来年、1年間ぐらい、あのー、利上げ封印みたいなこともあるかもしれない。まあ、そこら辺を嗅ぎつけて、えっ、ー、と、ドル円が、 こんんなな感じじで上昇してきてきるんじゃないかなと、うん、まあ要は、えー、と米国の金利が上昇してるってことはまあそれだけでドル高ですよねまあただそれでドル高に実はなってるんですがそれとともに日銀が、えー、と利上げできないとなると緩和継続だよねしかもあの政権不安定でやっぱりみんながどちらかというと財政拡張的なことを言うと,、えー、とやっぱり日本の金利も上がるし あの、長期金利ですよね。長期金利は上がるけど短期、あの、日銀は動けないとなると、やっぱり円安になっちゃうっていうところがあるんで。で、一方でまた円安になったから、えー、株が強いよねっていう。なんかそんな感じの、ちょっと複雑骨折っぽい動きなのかなという。まあ、複雑骨折ってちょっと表現が適切じゃなかったら申し訳ごめんなさいなんですけど。 うーん今までとはちょっと違う動きになってたと思うんですよね。これ、やっぱり、もう皆さん、昨日の時点で、自民大敗、自公大敗ってことが分かった時点で、あ、月曜日の朝はリスクオフだよね、円高、株安だよねっていう、要とそうだったかと思うんですけど、僕もそうなるかなと思ったんですけどさ、やっぱりちょっと最近はリスクオフで円高にならずに円安になってしまうという、ちょっとそれも悲しいんですけど、 えっと、逆にでもそのことが株価をサポートしてる部分っていうのがあると思うんですよね。だからやっぱり日銀が動けないっていうのが一番大きいかなっていうととともにやっぱり今政権バタバタしてるんで本来であれば154円ぐらいまでこれ上がってきてますので。 しかも、日本の選挙で上がってきてますので、憲政発言とかもっとバンバン出てもおかしくないと思いますし、下手したらやっぱり155円台ぐらいになったら介入、介入を匂わすというか、介入警戒感出てきてもいいと思うんですよね。まあ、実際僕はそ,そんなところでは介入しないとは思うんですけど、まだ。でも、全然そういう動きが出てこないのは、やっぱりまだ、ね、政権も決まってなくて、あのそれどころじゃないみたいな、そこら辺の不安定さも、 えと円安をこう日銀動けねえだろうみたいな感じであの利上げもできないし買いにもできないだろうみたいなことを投機筋は感づいてえとちょっと最初はこう円安で攻めてやろうみたいなところがあるのかもしれないですよね一方でえと株価上がってるのは円安のせいっていうのもあるんですけどやっぱり日銀が利上げしないとなるとしばらくはえとそれはえと株価にとってはプラス材料ですし。 えーまあ、皆さんこう選挙民からそっぽを向かわれないためにちゃんといろいろな政策を打つで特に緩和政策みたいな感じで財政質動みたいになるとそれも株高材料かなみたいな、まあ、そこまでは今の時点では何もエビデンスは出てないんですけどそれを期待するみたいなところがあるのかもしれないですよね。はい、うーんどうでですかね、まあ、ちょっとそこら辺で あのー、こういう時期にちょっとまあ円売り債券売りっていうのは嫌なニュースなんだけど株価にとってはプラスというところが続いてますまあドル円ちょっとピポットで止まってるんですけど日経平均もちょっと先物を見るとこれ朝7時からやってるシカゴで見ると3万7200円ぐらいまで一時落ちてるんですよねで。ここで一旦やって、えー、やっってぱり、あのー 先週までかなり日本株も落ちてたんで、そこで、この自民が負けることに対するヘッジがある程度効いてて、もうこうなったらセルオン、ルーマ、バイオン、ファクトで買い戻しが出たっていう今、今ところかと思います。まあ、買い戻しだけでここまで上がってきたのかどうか、さらに上げるためには、 えー、もっと材料がいるんですけどやっぱりちょっとこうね3万9,000円の手前のところは一旦引っかかるのかなと3万8800円とか抜けると3万9,000円前半というところかと思うんですがまあそっからさらにこう政極不安定でバリ,バリ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 っていうのは難しいかもしれないですけどやっぱり下値はちょっともう3万8,000円前半サポートされてるような感じですよね。 で一方でドル円なんですが、うんまあ、ちょっとこの、えっと、アメリカの長期金利の上昇が気になるところなんで、あまり金利上がっちゃうと、今はアメリカの株、おそらく原油価格のせいとかで上がってると思うんですが、あまりにも長期金利がぶっぱねちゃうと、アメリカの株もちょっと上、難しくなる可能性もあるんで、そこは要注意しながら、うん でで、もドル買いいだよねととうことでまずはこの週刊ピポットの153円の90でまた今日もぴったり止まりました。これ効きますよねピポットたまにはみたいなたまにはじゃないんですけどで今落ちてきてるんですけどまずは153円のこの50付近で抜けてもやっぱりこの153円付近あの最初の高値のところですよねここが維持しそうですよねそうなると153円付近が維持されるようであれば まあこの153円から154円のレンジ抜けると155円の60が次の週間ピポットのレジスタンスなんですけどやっぱり5円台見るとさすがに勧誘警戒感というか牽制発言も出てくるんでそこまではいけるかどうかというところになりますよね。はいえー、とまあこの、あのー、マルチタイムの、あのー、ピポットなんですけど JFX さんのトレーディングビューで使えますので、もし使ってみたいという方がいらっしゃれば、概要欄の方から JFX さんの講座解説していただければ、無料でプレゼントさせていただきます。あと、サロンの方でもね、今日もう早い時間に、この動きの解説と書いてますし、 えーとより深掘りした、えー、ファンダテクニカルのお話なんかを動画とレポートでお届けしていますのでそちらもご興味あれば、えー、概要欄の方を覗いてみてください。ということで、あのー、今日は遅くなってしまいましたが、えー、とーここまでの動きも盛り込んでちょっとお話しさせていただきました。もう皆さんねお仕事行ってると思うんでお仕事頑張ってください。